12月1日と2日の2日間、北九州市で開かれた第10回北九州市長杯争奪西日本少年柔道大会で、二見少年柔道クラブの子どもたち6人が優勝や準優勝など優秀な成績を収めました。選手らは12月27日市役所を訪れ、市長や教育長の前で大会での活躍を報告しました。左利きだと右でね、あの細くなってくるよね。はい、硬いよ。決勝ではお家で技ありで取って勝ちました。優勝した時の気持ちはどうでした？嬉しかったです。柔道はどんなとこが楽しいですか？投げたところが楽しいです。得意技は柔道です。すごく嬉しかったです。これからの目標ありますか？はい、どの試合も一本勝ちして勝ちたいです。去年は優勝できなかったのでとても嬉しかったです。将来の夢を教えてください。オリンピックに出ることです。相手を投げた時と一番楽しいです。いろんな大会で優勝できるようになりたいです。まあ、全力を出して組み手で勝ってから技をかけたらいいと思います。じゃ将来の夢を教えてください。オリンピックで優勝できることです。